今回ですね、僕の、梱包グッズをですね、ちょっと紹介したいと思います。今までですね、こんな感じで、これめちゃくちゃ安い、多分300円ぐらいの、テープ買ってたんですよ。その封筒留めたりとか、段ボール留めたりとか。で、こういうのって、ここの部分が取れちゃって、何回もこう、ペタってなっちゃうじゃないですか、ここに。ここのストッパー機能が、安すぎて微妙なんで。で、このテープ、ぶっちゃけ言うと5年ぐらい使ってて、多分ここにペタってなるのが、多分500回以上は、今まで、多分1000回ぐらい言ってるかもしれないですね。じゃあその1000回を例えば、ペタっていうのを直すの1分かかったとしたら、6000分かかってるじゃないですか。そうですよね。あ、違う。1000分かかってるわけじゃないですか。だからその1000分っていうのを、いや、マジで、本当バカすぎるなと思って、自分が。とっとといいの買っといて、ペタってならないやつ買えばいいじゃんと思ったんですよ。で、これ、ハサミ、これ、段ボール切るとかも、もう100均のハサミなんですよ。段ボールなんてこんなに切れるわけないじゃないですか。でもこれでいつも段ボール切ってて、段ボールで切るのが超苦痛でしょうがないかったんですよ。じゃあ、ハサミ買いよってなるわけじゃないですか。でもようやく買いましたよね、アマゾンで。で、これ最近アマゾンで買ったんですよ。これ見てください。クラフト厚紙用ハサミ。で、段ボール厚紙も楽々カットってやつで。そう。で、ちょっと段ボール。で、これ段ボール。あ、確かに楽っすね。全然楽っすね。まさに、こういうので時短をかけるってことがすごい大事だと思って、マジで最近、とっと買っとけよかったなって話ですね。で、これも Amazon で1000円ぐらいで買ったんですよ。テープでも1000円ぐらい買った方がいいんですよね、テープカッター。で、段ボール梱包なのに。で、こんな感じで。で、こんな感じで戻らないってやつですね。めっちゃしっかりしてますね。あ、テープついてないんだ、これ。こんな感じでもう戻らないで、ちゃんとしたのを1000円で買って。で、まさにこういうのも1000円、たった1000円使うだけで時短になるんだったら、もうとっとと買った方が良かったと思ったんですよ。これも1000円で、確かこれも800円とか700円ぐらいだったので、こういうところから固めて、やっぱり作業のストレスっていうのをなくすことはすごい大事だと思ったんですよね。やっぱり梱包するのとかって、ストレスしてしかないんじゃないですか、こんなのって。だったら、いい素材とか、いいツール、いい、なんだっけ、いい、なんか、いいものを使った方が、絶対に時短になるし、そのストレスっていうのが軽減されるから、ようやく5年経って、今更買ったっていう。だから、常にこう、わかんないですよね、やっていかないと、経験なんて。そう、だから、そんな感じですね。で、これ下の方にですね、これとこれだけリンク貼っときますので、あ、確かにハサミとか必要だなとか、テープもいいもの使いたいなって方は、ちょっと参考にしてみてください。じゃあ、失礼します。